ハロハロー、どうもジョビンです。このチャンネルはキャスト UD、 キャスト RE のキャストグループさんの提供でお送りしております。今日はですね、アンディフィーテッド、僕の大好きなアンディフィーテッドとモハメド・アリのコラボがありまして、その服を着ております。ちょっと見てこのネックレス、俺の今までつけてきたアクセサリー史上一番気に入ってるんやけど、このね、モハメド・アリって文字が入ってて、あとこのアンディフィーテッドのマークでグローブになってて、ザ・ファイターって感じの、格闘技って感じのネックレスをつけております。もう死ぬほど気に入ってる。なんか13点買っちゃって、俺アンディフィーテッドのお買い物、山ほどこの大きい袋、2袋満タン、まあ、こんな買ったの初めてないけど買いました。本当アンディフィーテッドが好きすぎて、ちなみにスポンサーでも何でもないんですけど、アンディフィーテッドがスポンサーにつけるのが、最終目標という感じでこの YouTube やっております。マジでいいわこのネックレス。僕もコラントってインターホン鳴らしたことで有名なコラントってもうちょっと外しまして、今後はもうこのアンディフィーテッドのモハメド・アリーコラボのネックレスをつけて、でももう俺鳴らさんぞ、もうまた平本に脅されたりするのも怖いし、なんか落としてたらしいね、そういえば。ちょっとパッと今、なんかテンション下がらない。それ思い出したな。なんか人生終わらせれる方法があるみたいなこと言ってたらしいね。やめて、そういうこと。普通に、マジで。もう、あのことかなって何個か候補あるけど。いや、でも人生終わるようなことはしてないけどな。なんかまあ、正直、平本もね、何かを握ってるんかもしれんけど、朝倉未来に勝ったら多分俺のことなんかどうでもいいはずなんや。俺のことどんだけムカつこうが、朝倉未来に勝ちさえすれば平本はもうそんなことどうでもいいはず。だからちょっと勝ってくれた方が俺がなんか暴露されたりするリスクはちょっと少なくなるなと思うんやけど、やっぱりでもそれはちょっと朝倉ちゃんを応援するからね、平本くん仲直りしようね。でそっちが殺したい人ランキングで俺堂々の1位に踊り出た時もあったんやし、俺選出されたこともあるんやし、ちょっとやめてや、あんまりそうやって怒んの。暴露とかもファイターじゃないと思うよ、そういうことすんの。やめて、ちょっとマジでビビってるけど、見当もつかんけど、なんか握られてるとしてもやめてください、マジで。はい、なんか今日テンション高いな、俺今日なんかテンション高いな。今日もね、日曜日のね、朝方で今4時半なんですけど、その日曜日は唯一の完全オフでね、最近銭湯行ってからビリーザキッドを食ってね、いい休日を過ごしてるんですけど、最後の最後に撮影という、はい、まあね、好きなこと仕事にできてるんですけど、なんかテンション高いな今日俺。ちょっと違う余談を挟んでる時点でちょっとテンション高いわ。よし、じゃあ長々と喋りましたけど、今日の、ね、週刊ジョビニュースのコーナーやっていきたいと思います。今日も、スマホにメモしまして、何個かあるんですけど、まあ一番最初に持ってくるのはやっぱ、今日ね行われた五味隆典 VS 鈴木千尋の試合、ね、なんですけども、もうこれまずね、まあ、パッキャオ戦について、まあ、反対またしたいし、いろいろ言いたいんやけど、その前にもう俺まずこの試合が気持ち悪いなってもう前からずっと思ってて、なんか師匠を超えてみろみたいなこと五味隆典がずっと息巻いてるんやけど、ね、なんでじゃああんたに有利なボクシングルールで73キロ契約なの？これが MMA ルールだったわからその感じで言うのも、なんでキック封じられて体重差めちゃめちゃあるこんな意味わからんルールで俺の鈴木千尋がやらされんのって思いがずっとあったわ。でもマジリスクあるし、もう負ける可能性十分あると思ってた。だって体重差半端じゃないよこれ。73キロ契約で当日はね、80ぐらいはそれあると思うし、ゴミは。で、鈴木千尋70ぐらいでしょ。まあ多分通常体重増えてると思うけど。マジ理不尽なルール。それでボクシングルールって。何そのルール。プライドのチャンピオンだったんじゃないのってか、もうそれができんならもう引退したらいいと思う。膝が悪いからとかいろいろあると思うけど。なんかこのルールも納得できんかった。まあただ鈴木千尋がマジでいいやつでね、パッキャオ戦もそうと思うけど、オファーがあったらもう自分は逃げずに受けるってスタンスと思うんやけど、俺ならマジ納得できんと思うわ。でなんか超えてみろってその感じで言ってて、そのそっち側に有利なルールっていうのが納得できんわ、あの言い回しで。で
まあ、試合ちゃんと、この大会あんまり見てないけどノックアウト、この試合はきちんと見たんですけど、まず思ったのがなんか俺体にキレがないと思っちゃった、正直鈴木千尋に。でこれはまあ俺はなんか筋トレしすぎなんじゃないかなって、ごめんねいつもの理論で、ちょっと最後まで聞いて。単純でも筋トレして体がでかくなってるなと思って、まず最初の時点で構え見た時点でなんか肩周りの筋肉とこの首の筋肉とか打撃には少なくとも必要のない筋肉がすごいついてるなってマジで試合始まる前に思った。まあ、これみんな見たら思うと思うけど、で多分そういう筋肉がついてレスリングが強くなったりとか、なんか組み技はなんかいい気もする、そういう筋肉がついてても、でも打撃においては絶対に必要ないよね。特にこのゴミ戦とパッキャオ戦においては絶対マイナスに働くと思うけど、そういう余計な筋肉って。てかそのね、和田龍角さんも別にね、普通の一般人がパーソナルトレーニングで和田龍角さんの受けるのはめっちゃいいと思うけど、格闘家でいろんなファイターが受けてきたけどね、今朝倉海と鈴木千尋が受けてるのはもちろん知ってるんやけど、いろんなファイター今までもう10年以上前からそんなやってんのよ、和田龍角さんでパーソナルトレーナーを、いろんな MMA ファイターの、でもずっと続けた選手俺は聞いたことないし、で活躍した選手俺は見たことないけど、僕の中で。でも僕はとにかくやっぱあんまね、大きい筋肉は良くないと思うし、その理論が正しいのであれば和田龍角さんが UFC 行ってると思っちゃうけど、試合もね、何回かやったことあると思うけど、ディープでやったりしてたよね。そこで結局結果出せてないわけないやし、その理論が正しいのであれば結果出せると思うけどね。それで言ったら俺、岩崎達也さんも思うけど、合気会の、あんまこれ言ってた平本くんが怖いけど、その理論が正しいのであればある程度の MMA で結果を出してくれる気がするんやけど、ね、そう思うんですが、まあまあでももちろんね、それぞれが信じてるトレーニングを別にやればいいと思うんやけど、で、この試合、まあでも体重差がまずあんのと、で珍しくその稲妻メンタルって言ってる鈴木千尋はマジで俺一番のすごいところはメンタルと思うけど、なんか今回に関しては俺別に先輩がどうとかって絶対関係ないと思うけど、なんか体重差にビビってるように感じた、やっぱ普通の感覚なんやけど、こんな理不尽なルールの体重差のある試合、それはビビるの分かるよ、危ないもんだって普通にやるの。ただ鈴木千尋はそれでもいける男と思ったけど、今回に関してはなんか躊躇してなんか体重差を感じながらやってるように見えた。絶対ゴミになんか気使ってるとかはないと思うけど俺は、なんかそういう風に見えたね。やっぱキレがないよ。だってゴミもそこまでやっぱスピード速くなかったし、まあこれ14オンスっていうのもあると思うけど、いつものオープンフィンガーよりだいぶ重いから、それはスピードはもうなくなるよね、オープンフィンガーに比べたら。でもそれにしてもなんかキレがないなってちょっと思っちゃったな、最近の動きに比べたら。で、まあこれはね、ノックアウト側もまあ別にね、それまあ、明らかにおかしいジャッジとも思わんけど、まあでも鈴木千尋にこれ負けさせるわけにはいかんかったと思うけど、まあ、普通に俺がまあラウンドごとのマストで判定しろって言われたら、1ラウンド鈴木、2ラウンド、3ラウンドゴミでゴミの勝ちやけどね。普通にゴミは勝ったと思ったけど俺、まあこういう体重差とか何抜きにして普通にこの試合見た時にやっぱ 2-3 を明らかに押されてるように見えたけどね。まあ別にドローでもいいけど、でこの試合をしたことによってパッキャオ戦への期待感が本当になくなったよね。ゴミ高野にもすごいと思うけど、45歳でね、このコンディションってボクシングルールとはいえすごいと思うんやけど、パッキャオはその同い年でただ次元が違うよ、ボクシングに関してはね。パッキャオの動きってもう倍ぐらい速いし、まあ全盛期は過ぎてるかもしれんけど、さすがに今のゴミ高則のもう倍近いというか、もうとにかく速いと思うよ、対応できるわけがない。まあこれも俺に限らずもうみんな反対の意見多いと思うけど、でももうね、ノックアウトのなんか俺試合後インタビュー見たんやけど、あ、ごめん、ちょっと名前なんていう人かな、ちょっと待って、これちゃんと言っといた方がいいな、適当な情報で言ったらまた怒られちゃうから、山口代表、ノックアウトの山口代表がそう言ってて、ちょっとびっくりしたんやけど、まずこれ8オンスらしいね、パッキャオ戦これが14オンスなのよ。で、まあ、これ格闘技、ね、やったことない人に言うと、14とか16では人が倒れることはもうあんまりない、なかなか倒しづらい、絶対じゃないけど、俺は16オンスでガチスパーいつもやってたけど、
16音声も倒れないこともないけど、うん、なかなか倒すの難しいな。まあ、14も16も俺の中であんまり変わらないイメージ。まあ、14の方が若干倒しやすいけど。で、8音数って、うん、これインタビュアーが山口代表に言ってたけど、8音数でやるって、パッキャオ対鈴木千尋は。8音数はマジで危ないよ。危ないってか普通に倒れる。オープンフィンガーよりもより倒れると思う。いやもうかなり危ないし、マジでもう、まあ、前回もこのライジンの感想の時もね言ってるし、もうでも同じかね、同じ意見になっちゃうけども、なんでこんなことやらせんの。いやライジンにね MMA 愛があるんだったら、 MMA 愛で鈴木千尋というね人間にもその愛があってリスペクトがあるんだったら、このカードは絶対組まんと思うけど、うん、なんかただでさえ今ね、なんかあの炎上事件の件で俺のことをなんか目の敵にされてる感じするから、ライジンさんにねなんかムカつかれてると思うから言いづらいんやけども、でも関係なく言うし、うん、あの言うけど、いやなんでこんなカード組んじゃうのマジで。でパッキャオを多分もう1年ぐらい前からね、なんかライジンのリング上がって挨拶とかさせてたし、多分試合を組まないといけないんでしょう、おそらく。それだったらマジアンプルキアでいいや。アンプルキアは一応立ち技、まあ、最近ね MMA ちょっとやったけど、まあ、立ち技の選手なんやし、うん、まだ MMA ファイターに比べてはマシと思う。ルール的にボクシングルールでやらせるんでも。でも本人もやりたいって言ってるし、マジでアンプルキアでいいや。もうマジでそれで言う、鈴木一郎そんな風に使わんといてよ、マジでもう。でも俺マジでやめてほしい、これ陣営側も鈴木一郎側も。もうね、これ受け病でもいいわ。拳怪我したとかも何かの理由使っても休んで、欠場して、中止にして、このカード。マジで意味ないって。うん。もう今日の感じだったら、もう十中八九、KO されると思うし、前も言ったけど、これね、勝ったところでロートルで終わらされると思うよ。そんな意味ないと思う、マジで。ここで勝ったところでもしね、勝てへんと思うけど、勝ったところでロートルのボクサー倒しただけって言われると思う。マジで意味ない。リスクしかないし。これでね、もんと潰しちゃおしくらい、鈴木千尋っていう日本の宝を。朝倉未来もそれでおかしくなったよ、マジで明らかに。俺マジそうと思うけど、朝倉未来は倒れるってイメージがなかったと思うけど、あれでイメージがついてしまったと思うの。鈴木千尋もつくと思うよ、メンタルいくら強いって言ったって。なんか自信もなくなると思うよ。ねえ。しかも、まあ、バレンさんも言ってたけど、俺 MMA 自体も弱くなると思う、これをやることによって。うん、ゴミ戦、パッキャオ戦で、この2連戦、ボクシングさ、組み技の練習もすると思うけど、でも距離設定が明らかに変わるから、それで、ボクシングスパも絶対がっつりやってると思うから、鈴木千尋、今回も、パッキャオ戦も、に向けても、そりゃ距離感変わったりとか、いろいろ絶対おかしくなると思う。ほんと、ちょっとした差が、なんかね、歯車狂ったりするから、MMA って。その距離感で超重要なのに。ねえ、マジでもう、どうすることもできんけど、これ以上。もう署名やりたいぐらいやけど、俺が代表になって。マジで嫌。マジで、アンプルキア戦でいいと思う。このライジンガームでも今日の試合って見られたくなかったと思うよ。マジで期待感なくなったもん。今のゴミと互角に戦ってるっていう時点で、まあ、ゴミがすごいのもちろんあるんやけど、これではパッキャオ戦厳しいのもみんなね、思ったはず。マジやめて。本当にもうそれしかも言いようがないけど、8オンスっていうのもどうかと思うし。ね。で、これ一応多分エキシビジョンで、勝敗がつかないってことなんでしょう。多分つかないよね。多分パッキャオ倒されようが。で、鈴木千尋の戦績守られるかもしれんけど、俺からしたら、メイウェザー対那須川天心はどう見たって、どう考えたって俺の頭の中ではメイウェザーの KO 勝ち。朝倉未来対、メイウェザーも、俺の中ではもうどう考えてもメイウェザーの KO 勝ち。もうみんなの記憶の中でもそうと思う。うん。鈴木千尋が KO されて、それがノー、ノーコンテンツ、これエキシビジョンなんでって言われようが、うん。パッキャオの KO 勝ちって自分の記憶には残るから、俺。あんま意味ない。うん。てかもうやめてください、本当に。もうね、もうそれしかちょっと言いようがないけど。もう特にもう今日の試合見て、より見たくなくなりました。はい。もうどんな形でもいい。俺は全然それで怒らんよ、鈴木千尋が欠場とかだって。うん。うん、なんかパッキャオ戦がなくなっても全然俺は文句言わんし、よくやってくれたって、うん、どんな理由であれライジンありがとうっていう、俺はファンもそんな気がしますけど、はい、
では次のニュースいきます。次が、まあ、太田忍のベラトール大会なんですけど、まあこれは本人もかわいそうだったけどな、ただでさえ相手強いんかなっていうね疑問があってあんまり乗れんかったんやけど、それが対戦相手が変わって、ね、階級下のやつで、うん、で試合見たけどそんな強いようには見えんかったっけ俺。なんかもうちょっとドキドキしたかったわ、これ私らも勝てんのかなって、相手強いなこれみたいな、これ大丈夫かみたいな一瞬でも思いたかった。なんかもうあっさり終わったし、せめて太田忍の豪快なテイクダウン見たいなと思ったけど、なんか転んだよね相手、転んだよね普通にテイクダウンっていうか、まあでもノースサウスチョークは良かったけど、でもねノースサウスチョークってね正直実力差がないと俺はなかなか決まらん技と思ってる。で相手が強いようにも見えんかったけど、うん、でもやっぱレスラーの技としてすごいいいと思うけど、ちなみに、うん、あのやっぱ抑え込みが絶対覚えたら超いいと思う、レスラーは。だからノースサウスチョークとダースチョークってこの2つの、ね、技が得意と思うけど、私の部はめっちゃいいと思う、レスラー向きの技と思うけど、うん、まあでもこれね会社もちょっと相手がしょぼかったからね、なんとも言えんけどね、ベラトールのまあマジの強豪とか俺らがね知ってるような選手だったらめっちゃ見たかったし、太田忍だったらそれでも勝てるような気はするけどね、ちょっとまあこの試合だけではなんとも言えんけど、まあでも特にこういう海外に出ていく選手としてはね期待できるなんか選手の一人というかね、うん、なんか期待できると思うけど、太田忍はマジで海外の選手にね負けないようなフィジカル持ってるんで、めっちゃいい選手なんですけどね、まあ、ここはちょっと微妙な、まあでも本人全く悪くないけど微妙な何なんか試合でした。はい、では次いきます。まあジョリーライジン参戦、ね、なんか SNS で、うん、なんかね平本蓮と口論してたけど、うんね、俺はもう平本譲渡見たい今日ね、マジで、まあ、なんかね体重の問題があるのはもちろん知ってるんやけど、階級が違うっていう、ね、でもちょっと見たいわ、うん、階級の問題があっても平本城が上に行く選手なんだったら、うん、ジョリーには勝てるような気もするし、まあでも二十歳のあの若さでのこの体重差はちょっと結構きついかっていう部分もね、まあ、分かるし、平本蓮のねお兄ちゃんのね、弟への愛とも思うし、まあ、分かるんやけど断る理由も、でも見たい今日ね個人的にマジでめっちゃいいと思うけど、ジョリーが言ってた通りオープニングファイトとしてふさわしいと思うけど、まあ伊藤勇樹もね名乗り上げてて、伊藤勇樹ってジョリーでもいいと思うけどね、うん、こっち的にジョリーと平本城めっちゃいいなと思ったんやけどね、で平本城の試合もっと見たいけど、別にレイジンじゃなかったもいいと思うし、なんか経験積むためにもねもっと試合したらいいと思うけどね、平本城が育ってきたらめっちゃ面白いよね、ポテンシャル高そうやし、うん、ね、そんな感じかな。ジョリーに関してはまあ対戦相手が決まってないからね、7月かもしくは9月とか言ってたよね、まあ、これちょっと対戦相手決まってからちょっとね、まあまだコメントするとして、あとニュースで言えば、まあ K1 のね7月7日、ね、K1 ワールドマックスがありまして、そうこれね俺ねちゃんと勉強してんのよ、すいませんちょっと落としちゃって、俺ちゃんと勉強してんのよ、なぜならバレンさんがなクラッシュの解説やってて、それでなんか K1 に興味持ったらしくて、で K1 のちょっと勝敗予想やりたいって言われて、なんか70キロ以下ので、あの俺と吉成なだか集められて、しかも 2,3 日前超直前に朝なんかこの日空いてるかって言われて、ではいって言ったら、この日にあの K1 の勝敗予想やるからこれ全選手お前調べてみとけって言われて、でいやいやいや俺もめっちゃ忙しい中これ全部見とけって、まあ、みんなわかると思うけど、あの人は雷神のネタとか横取りしてくるくせに一切見てないわけよ、あんだけ金持ってんのにペーパービューとかも一回も購入したことなくて一切見てないのに、逆の状態になったらこれ全選手調べとけって8選手のデータ出されて、でその8選手がねみんな知ってるかもしれんけど全員知らない外国人ファイターだったの、俺超忙しい中全く見ず知らずの外国人ファイター8名のデータだけ出されて、これ調べとけ言われて、この日までにマジでストレスで、アンディの女の子に愚痴言いまくってた俺その日、
なんで俺だけこんなことやらされるんやって言って、考えられへん、もう意味がわからんってずっとね、文句言ってた。次の日も言ってたな。でも、しぶしぶ見たんやけど。でも、見たら、もうこれ別に持ち上げてるんじゃなくて、めっちゃ面白かったけど、なんか全部レベルが高くて、なんかまあ面白かった、まあ見たいなと思った、単純に。うん。その8メートルもレベル高くて面白かったんやけど、ただやっぱり日本人ファイターがね、輪島がちょっと負けてしまっておらんっていうのも言いたいし、やっぱ知らん外国人で客呼ぶのは難しい気がする。ただただ高いレベルのね、選手もまあ面白いんやけど、知らんから感情移入できんから。でですよ、今回もこのニュースを取り上げるのが、ペーパービューを今回から開始するみたいで、K-1か。今までね、無料で見てたんですけど。で、このね、見知らぬ外国人8名のトーナメント、なんと5500円、いきなり。いや、これは俺、まあ、勉強したっていうのもあって、これはちゃんと見ようと思ったの。うん。この試合、大会。でも、5500円だったらごめんなさい。俺、多分、買わんかな。うん、ちょっと、まあ、興味あるから、3000とかだったら買ってたと思うけど、5500円は高いわ。まあ、多分これね、その5500円で学校を見たときに、多分外国人ファイターのギャラがめっちゃ高いんやなと思った。多分呼ぶの相当からかかると思う。やっぱこんだけのマジ強いから8人とも。でも5500はいきなりちょっとやっね勝負に出たなと思ったけど、3000じゃないかな妥当な価格。いや2000でいいと思うけど、最初は日本人がトーナメント出てないんやもん。5500、これなかなか買わんと思うけどな。マジ3000か2000か妥当と思うけど、うん。でですね、この大会、ブアカオが参戦して、まあ、この選手が出るのはマジ面白いよね。ブアカオが出てくるのはめっちゃいいと思うんやけど、ね、全く知らん外国人8名だったのが、まあ、ブアカオが出ることによって、ね、ちょっとより興味はまあ、一般の人も出てきたと思うけど、まあ、ブアカオに関してはね、俺この前も言ったけど、ライジンでの木村実との試合の、ドーピングが白だったって早く言ってほしい。二人とも木村ミドルとブアカオ両方とも白だったって。でも俺木村ミドルに関しては何度も陽性になってるし、なんか俺のバー来てたよね最近。なんか乗り込んできてたよね俺のバーに、アンディに。でなんか自分の YouTube 上げてたけど、あれをするってことはさすがに陽性出ててあれはやらんと思う俺。まあでも分からんぐらい怖いけど、最近の人間性。もう、怖い、もう、何考えてるか分からん行動とかね。上半身の上で中指立てるとかするから、もう、よう分からんけど、さすがに、妖精、木村実が、ブアカオ戦で妖精出てて、俺のバーにあんな感じで来ることはないと思うよな。うん、てか、まあ、ブアカオも俺、白であるって思いたいんやけど、なんで発表せえへんの？発表してほしい、マジで白だったって。まあ、もう白であってほしいんやけど、なんでこんな発表せんのかなってちょっと思っちゃうわ。ごめんね、また雷神の疲れたうざそうなとこいっぱい続いちゃって、なんかこいつ懲りてないなみたいな感じで、ちょっと今スタッフが見てる気がするな。このカメラを見てるスタッフの意図、怒ってる俺に。まだごめんね。ちょっと言いたいことは言うからね、ちょっと反省はしてるけどもね。ちょっと言うてよ、しろって、しろならしろって、もうそれでいいよ、終わりやん。頼むわ、なんか気持ち悪いわ発表するって言ってね、発表しないことに。そう思っちゃいました。でもごめんね、反省してるからごめんね。でですね、ラスト、パンちゃんリナ、選挙のそのポスタージャックをしたっていうニュースがありまして、まあ個人的にどうでもいいんやけど、これなんかでもめっちゃ炎上してたよね。まあでもね、俺はね、炎上する気持ちはわかるんや。炎上してなんか気持ちが落ち込む気持ちもね、わかるんやけど、ただまあパンちゃんになんか落ち込んでるようには見えへんけども、マジメンタル強そうやもんなパンちゃんにな。ただ俺、立花さん好きなんやな俺。ちなみに俺、立花さんとかひろゆきとかホリエモンとか、なんかちゃんと顔を出しして名前も出して意見言う人はすごい好き。その意見が正しいかどうか別にしても、うん、
だってめっちゃ批判されるようなことも言うやん、される可能性があることも言うやん。でもやっぱ顔出しして名前出してちゃんと自分の意見言うのって、まあ、かっこいいなと思って。あー、それバレンもそうやけど、うん、まあでも俺もそうか。でもそういうやって意見言うことすごい好きで、立花さんは俺はなんか筋が通ってるように見えて、まあ、俺も簡単に好きになるっていうところもある人すごい好きやけど、立花さん。ただ立花さんと関わった人はなんか炎上したりとか、なんかあんま幸せになってない思い出は多いけど、うん、なんかとにかく有名だったら何でもいいんかいみたいな感じもするし、なんか絡む相手がガーシーとかパンチャリナとか、何のために何やってんのかなと思うけど、そういうね、ちょっと癖者と絡んでなんかやろうとするよね。ね、ジャック、でも俺まんまでもいじめたくないな、パンチャリナのことは。俺はパンチャリナのことは好きなんや。なんか一回ちょっと DM したことがあって、そこでね、ちゃんと優しい対応を返ってきたから、すごい人として好きになったし、炎上したやつの気持ちわかるし、俺はあんま責めたくないんやけど、まあでももう多分この動画のサムネがまだ、あの俺完成品は見てないけど、まだ完成前の時点でパンちゃんにあのそのポスタージャックしたやつをいじってる感じの、いじってる風の悪意のあるサムネがもうこういう風の作ってますっていうのはサムネ職人から送られてきてて、ちょっとごめんね、それは俺、あのそこ俺は本当に関係ないっていうか、そこで俺怒られてもって感じで、ちょっとマジで思ったよ、これあんまりパンちゃんかわいそうやなとマジ一瞬思ったけど、うん、ごめんね、多分それは使ってしまってると思うけど、ただ俺はもうパンちゃんにそういう悪意はないし、その炎上してるやつの俺はもうみんなの味方と思ってるからね、あんまりね、あの事前に DM とかくれたら炎上してこのニュース取り上げんなみたいなこと言ってくれたら俺取り上げんようにとかしたりするよ、うん、なんかそういう忖度は多少するかも、うん、なんかだってかわいそうや、もうパンちゃんリラはでもこれはパンちゃんリラは正直そこまでなんか全額の判断があんまできん中、立花さんになんか操られてやっただけと思うけど、今回はそんな悪いと思ってなくて、まああんまり良くないのは分かると思うけど、選挙出るわけじゃないらしいね、それであかんや、あんな風にポスターいっぱい貼ったなとは思うんやけど、まあでもね、それがダメなことって分かるやろって俺に対しても世間の言っても思ってそうやし、それぐらいダメなことって分かるやろってみんなね、言わんと分からんかみたいなね、俺に対しても思ってるやろし、やっぱパンちゃんには俺はあんま責めたくないね。ただちょっとごめんね、サムネの件は仲直り したい。パンちゃんごめんね、サムネはちょっと勝手にやられてるから、俺サムネはサムネジャックされてるから、俺もね、ごめんね。まあでもパンちゃんには、あでパンちゃんには一応ノックアウトで勝ったのか、ノックアウトでなんか勝ってたよね。まあでも勝敗はちょっともうあんまどっちでもいいけど、正直なんかね、あともうこのノックアウトってごめん突然やけど、大会名分かりづらくない？俺もうシンプルにカタカナの方がいいと思うけど、ノックアウトってなんか検索するときに、うん、なんかちょっと検索しづらいわ、なんかノックアウトって大会が、うん、なんか分かりづらいなっていうちょっと思っちゃったけど、うん、まあそんな感じかな。まあ今日もでもノックアウトちょっと面白かったっぽいけど、まあそんなにで俺ちゃんと見てもちょっと流し見て、あ流星負けてるみたいな、なんかそんな感じで見たりしてたけど、そんな感じかな。まあでも今日はね、今日のニュースはもうニュースっていうか、もう鈴木千尋が俺好きやし、ライジンが好きやし、まあライジンが好きでね、 MMA 好きやし、とにかく止めてくれ鈴木千尋の試合を、この試合を、本当無意味なこの試合を止めてくれ誰か、マジで頼む、みんなで声出していこう、マジアンプルキアでいいって、マジでそれでいい。平本蓮も言ったけども、鈴木千尋は MMA が合ってるって、 MMA ファイターや、そんなんで負けて価値を下げるようなことせんといてくれマジで。でも鈴木千尋はマジで悪くないと思うけどね、うん、彼はマジで男気あるし、どんなオファーがあっても受けると思うマジで。なんかマジ理不尽な感じするようなこの試合、なんかヘビー級の選手とやるような、そんな理不尽さを感じる。もう体重差がめちゃくちゃあるみたいな、相手の土俵でこんなね、ボクシングルールでパッキャオと戦わせて、むちゃくちゃなことやってマジでね、と思いますかね。なんか東南アジアで知名度上げたいとか、なんか市場を広げたいとか、なんかね、そういう意見を聞いたけど、ライジン側のこれ、そんなんで、でも鈴木千尋が負けて、ライジンのチャンピオンがパッキャオに、昔の一応ボクサーに、そんなんで広がっていくのかな、うん、
だってパッキャオがそれで毎回大会出てくれるんだったら分かるけど、別に多分今回切ると思うし、あんま意味ないと思うけど、そんな風に名前挙げたって、ね、それでそんな名前上がるんだったらメイウェザーが出た時点で知ってるって、大臣のこと、世界中の人が。そんなんで別にそこまで価値が上がったように俺は思えんけど、それが上がるんだったら UFC がやってるって、パッキャオ出したりメイウェザー出したりね、そう思いますけど、はい、そんな感じになっちゃう。最後ちょっとなんかちょっとダラダラ喋ってしまった気がしますけど、はい、そんな感じで今週のニュース締めたいと思います。マジでもこのコーナーあるのがいいし、なんかめっちゃ好評、なんかね、このコーナーでマジでこのコーナーがあるのがすごいでかいんで、今後も、続けていくので、はい、今後とも、準備ニュースよろしくお願いします。で、チャンネル登録もすぐで5万人なので、チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。5万人、登録者数5万人突破したら、LINE スタンプ作ります。はい、 LINE スタンプ作ることが確定しております。5万人突破したら、はい、今後ともジョビンチャンネルよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。